ミポリンのエクボは、岡田の子作の手記。文芸社官脳腫瘍のため、中学生までしか生きられなかった娘、ミポリンこと、ミホの闘病生活を綴った手記で、絵手紙はミホが闘病を中に書いたものである。なお、この内容は、作者本人が改装する形で2007年の、24時間テレビ、30、愛は地球を救うの番組内で取り上げられ、3年後の、 24時間テレビ愛は地球を救う33内でテレビドラマ化された。中学生になったばかりのエクボの可愛い女の子、ミポリンこと、岡崎美穂。ミポリンは、しっかり者の母、ミチコ、ショーでちょっぴりお茶目な父、テルを勉強のできる姉、ミナミと幸せに暮らしていた。しかし、中学生の入学式の日、ミポリンは、 入学式後の教室で突然体の不調を訴える。病院に運ばれた、美穂の症状は収まり、血液検査の結果にも異常はなかった。実は美穂は2歳の時、白血病を患って入院し、骨髄移植を受けた結果奇跡的に感知した経験を持っていた。駆けつけた美智子は、ほっとしたものの、本当に異常がなかったかどうか心配になる。そして、 CT スキャン検査にて脳腫瘍が見つかった。ミホの没後、残された絵手紙の展示会を見た出版社の関係者から闘病器と作品をエッセイにしてはと話が持ちかけられる。バップから2010年10月27日に発売。ありがとうございます。